はい、どうも、うずです。今回はニコンのレンズに関してお話していきたいと思います。6月2日に、キャノンの EOS R3 の情報のアップデートがあったというのが、私としてはすごい気になってたニュースだったんですが、それと同じ日なんですが、6月2日に、ニコンも交換レンズ新製品の発表に合わせ、ウェブサイトで公開しているレンズラインナップ、まあ、ロードマップですね、こちらを更新されていました。まあ、そこで2022年末までに登場予定としているラインナップ、もうシルエットなんですけどね、表示されている状態になってます。まあ、なので今回は6月末に発売される予定のマクロレンズ 105mm と 50mm のレンズ、そしてシルエットになっているレンズをちょっと覗きながらお話していこうかなと思います。興味ある方はそのままお付き合いください。はい、まずは今月末6月下旬、6月25って書いてあったかな、に発売予定のレンズがこの2つですね。マクロの 105mmF2.8VRS、あとはマクロの 50mmF2.8 レンズなんですが、それぞれ価格もなかなかいい感じで収めてますよね。はい、まあレンズこれぐらいするよね。はい、で発売日のが6月25日発売予定、予約開始の方は6月4日10時からですので、この動画が公開された時点ではもう予約の方は受け付けております。まあ、ちょっと実物がないんで、写真だけなんですけれども、ここ最近のニコンの S ラインレンズですね。ディスプレイがついているタイプなので、ここで絞りとか、まあ、フォーカスの数値などを見ることができるはずなので、そういったところは新設計のレンズとして、使い勝手の方は変わらずやりやすいかなと思います。で、製品の特徴のところに写真のサンプルが出てますけれども、やはりマクロレンズですので、こういったようなボケを生かした撮影、花とか昆虫とか撮るのにすごく相性のいいレンズになりそうですね。で、光学設計の方も図の方で見やすくなってますが、非球面レンズを一番マウント側に配置することによって、Z マウントの新しい大口径の、こう書いてありますね、ショートフランジバックを生かしての仕組みを作れた形になっていて、全く従来の 105mm の一眼レフ用のレンズとは違うタイプに仕上がってるという形になります。わかりやすいね、横の図はね。で、ニコンのレンズはカメラ愛好家の方からもみんな評価が高くて、間違いがないレンズっていう言葉を聞くんですけれども、私自身も昨年、多くニコンの第三元レンズを使わせてもらって、それは実感しております。まあ、私自身はキャノンユーザーなんですけど、ニコンのレンズがすごいなっていうのは直接感じます。まあ、キャノンもね、今回 100mm の RF マウントのマクロレンズを用意してきますが、ちょっと性格の異なるレンズになりそうですね。はい、で、最近のニコンの強みである、優れた逆光耐性ナノクリスタルコート、アルネオコートというのを採用してますので、ここの部分もよく PR させてもらってますが、思いっきり太陽がバックに来てもフレアやゴーストが入ってこないっていうスクリーンになってます。逆にそこを生かしたいオールドレンズ愛好家の方にとっては真逆の設計の最新レンズっていうことですね。はい、あとは 50mm のマクロ、これもすごい使いやすそうですよね。レンズ自体は非常にコンパクトなように見えますので、これも発売日の方は一緒ですけれども、まあ、手軽にマクロ撮影、スナップ、まあ、あとテーブルフォトですね、なんかをやりたいっていう方には相性がいいレンズになっています。いや、これも使ってみたいレンズですね。いろんなシーンにね、活用できそうですね。 50mm だからね、開放 F 値が F2.8 までとは言っても、マクロレンズで使えるっていうのはすごい物を撮影するのに便利な気がします。はい、こちらも従来の一眼レフ用レンズに比べて、 Z マウントのミラーレス設計で、幅の方がかなりキュッと締められた形になりますね。重さもすごいね、425g から 260g まで軽量化されてるレンズ、それでいて描写性能をさらに高めつつってなりますからね、ほんとすごい。ニコンのユーザーっていうと一眼レフをどうしても意識してしまうお父様世代が多いんですけど、やっぱりそういう方に聞いても、カメラはできれば軽く持ち運びしたいっていう方が接客しててね、多くいらっしゃったので、そういう中ではニコンの Z シリーズいい形でコンパクト化図れてきてるんじゃないでしょうか。で、被写体に約5センチまで近づき、等倍撮影が可能ってなってますね。ワーキングディスタンス、レンズ先端からピント位置までの距離。あ、ここか。レンズ先端からってことですね。だ、最短撮影距離って言い方だと、このセンサーが入ってる部分、ここから被写体までの距離なんですけど、まあ、本当はね、使うユーザーとしてはこのワーキングディスタンスって呼ばれる、レンズの先端から被写体までって距離のことを言ってくれる方が親切ですよね。それでしっかりここは5センチまで寄れるっていう風に教えてくれてますね。まあ、でもここの数値メモリが入ってるところがいかにもマクロレンズって感じでかっこいいですね。で、コンパクトで可愛い感じのレンズに見えるんですけども、しっかり防塵防滴性能、防滑性能っていうのを備えてますので、まあ、ちょっとした過酷な環境下でもそのまま利用できるっていうところも素晴らしいですね。
はい、といった感じで、6月25日に発売される新レンズ2本、マクロレンズ、とても魅力的なレンズだと思います。ニコンの Z マウントのカメラ持ってる方でしたら、まあ、両方買うってことはないと思うんですけども、 50mm か 105mm のマクロ、1本は用意しといていただけると、ちょっとまたね、今まで標準レンズしか使ってなかったとか望遠ズームレンズしか使ってなかったって方も新しい写真の撮り方が楽しめると思いますので、検討してみていただけるとよろしいかと思います。私も手元にあるこちらのキャノンの 50mm の F1.8 のレンズ、コスパのいいレンズですね。このレンズすごいお気に入りで、普段 YouTube 動画を撮るのにいつも広角ズームレンズつけてますが、普段外に持ち運ぶときはかなりこちらの 50mm を持ち出してスナップ撮影をしております。はい、おすすめです。 50mm、まあ、105mm はね、ちょっと使うシーンがね、想定できる方、決まってる方が特におすすめなので、その辺はちょっとよく選ばれて検討されるといいと思います。はい、でそれ以外のロードマップに載ってるレンズ、焦点距離のところしか表示がないので、何とも言えないんですが、ちょっとどんなレンズが2022年末までに出るのかっていう、そこの再確認をしといてみましょう、簡単にね。はい、こちらがニッコール Z レンズラインナップのバージョン 3.1、 2022年末までって確か考え方だと思うんですけれども、現状出てるレンズがもうすでに表示されているものがそうですね。このあたりのものが実際もう出てるレンズで、この黄色で写真がないもの、これがこの後出てくる予定のレンズ、単焦点レンズとしては 85mm、400mm、600mm とありますので、特にこの 85mm がどんなタイプになってくるのか、もうすでに1本 F1.8 ねありますので、どんなタイプが出てくるのかなっていうところが気になる感じですね。でもちろん単焦点の望遠レンズ、このあたりはその純正レンズとしてのラインナップとして早めに押さえておきたいはずなので、2021年中ですね、出てくれるといいんですけど、どうでしょうか。はい、でマクロレンズはもう発表されていて間もなく出てきますので、詳細なども分かってる状態で、ズームレンズが4本、24から 105mm のレンズ、これキャノンで人気がある標準ズームレンズですね、これを S ラインでも出してくる、そして100から 400mm の望遠ズーム、200から600のズーム、まあ、ソニーが200から600出してかなり話題になりましたけれども、ニコンもしっかりここは出してきてくれると。あとは18から140ですね、 DX レンズ APS-C 用ですね、こちら Z50 もしくはこの後出てくるんじゃないだろうかって言われているエントリーモデルなどにつけて使うと非常に相性が良さそうなレンズになってきそうですね。高倍率ズームレンズっていうことで、ニコンはロードマップに出ているレンズ全て含めて29本という数のラインナップになります。まあ、ちょっとテレコン含むっていう形になるんですけれども、でここに表示されているものが全部揃って、まあ多くの方が納得いくラインナップの数になるんじゃないかなっていう状態ですよね。ここにプラスアルファはあとは入ってくるって感じになるんでしょうか、2023年以降。まあ、ちょっと今回私本屋さんで、ね、雑誌買ってきたんですけど、このカメラマンリターンズっていうのかな、この雑誌が、まあ、ちょっと高いんですよね、これ。税別1436円、いつもの感覚で800円とか900円で買えるかなと思ってレジに出したら、お会計の方が1500円超えていて、税込みでちょっとね驚いちゃったんですけど、まあすごい中にね、今回もレンズの対談とかで面白い記事が書かれていて、すごく楽しく読ませていただきました。まあ各社、ニコン、キャノン、ソニー、まあ富士フイルム、パナソニックなどなどいろいろとありますけれども、今年2021年、来年2022年、まだまだ新レンズ出てくると思いますので、そういった中でも今回は特にニコンファンがね熱強いファンがたくさんいらっしゃいますので、ニコンの新しいレンズに期待すること、ニコン自体に期待することなどがありましたら、今回のコメント欄にそのあたりをいただけるとありがたいです。まあ、本当ちょっとしばらくね、ニコンの話題、新製品に関するものをやってなかったので、今回のレンズの新しい発表、そのロードマップの更新、想像を膨らませていただける形で楽しく見させていただきました。はい、今回の話はこんな感じでございます。普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットを紹介してますので、たまたまこの動画を初めて見たという方いらっしゃいましたら、高評価やチャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。で今回ね、このカメラマンリターンズっていう本を見て、一番面白かった記事が、開発者の方が出てきましたって番外編のね、トークが載ってるページがあるんですけど、そこで富士フイルムの上野隆さんですね、人気の、その上野さんがこの雑誌で対談でわーわーわー言ってるおじさんたち相手にトークしてる様子が書かれてるんですけども、そこがねすごい面白くて、いやほんとね、雑誌の企画で面白いなと思いました。カメラのね、評論家のおじさまたちが
いろいろね、こう突っ込み入れてるところで、まあ、上野さんがあの反論していくっていう流れなんですけどこれは面白い。もしね、読む機会がありましたら、ぜひ、カメラマンリターンズ、これシャープ2って書いてあるから、もう2冊目になるのかな、今回の記事は見どころたくさんありますので、ちょっとね、高いけどね、高いと思うけどね、カメラ好きの方は読む価値あると思います。はい、最後になぜか雑誌の宣伝になっちゃいましたけど、ニコンのレンズに対するコメントをお待ちしております。